どうも、アイアムアイアンマン、いえ、たけちゃんマンです。はい、というわけで、たけちゃんの秋田弁講座というわけで、何を隠そうですね、私、たけちゃん、秋田県の出身でございまして、まあ、訛りの強い東北弁っていうのがありましてね、あんまりね、関東の人は馴染みにないでしょってことでね、今日紹介する秋田弁はこちら、んがだばほんとはんかくししてや。んがだばほんとはんかくししてや。はい、こちらでございます。標準語に直すと、お前は本当にどうしようもないやつだな。はい、こうなります。まあ、僕が中学生の頃ですね、とにかく腰パンをしてたんですよ。柴田先生っていう。はい、というわけで今日のダンスレッスンなんですけども、今日はいよいよね、ちょっと音楽に合わせて踊ってみようかなと思います。前回前々回とね、羽置き倒立ってやつでね、体操のお兄さんじゃんって思ってると思います。いえ、たけちゃんマンです。お家でできるような内容にしてるんでね、やってみてください。まずは一回デモンストレーションで踊ります。ハービンファンピースユニティラブエイハービンファンピースユニティラブエイハービンファンピース準備いいか、足元履き慣れたスニーカー、練習は毎日の日課、お腹が空いたらスニーカー気にしてらんね。難しいなって思ったと思うんですけども、何回も何回も練習すれば絶対できるようになります。僕が憧れてる方の名言で、できないんじゃない、できるまでやってないだけ。はい、それだけだと思います。はい、というわけでダンスの振り付けをやっていきたいと思います。まずはその場で2回ジャンプ、トントン、2回ジャンプしたら右側に一歩体重寄せます。トン、その時に手もつけてください。右手をデコにつけてください。1、2、3、ワン、エン、ツーとこうなりますね。次、ワン、エン、ツー、スリー、右足出して左手出します。スリー、フォー、右足後ろ、右手シャッで、ワン、エン、ツー、スリー、フォー、だ、ファイブ、右足出します。パイブ、パイブ、シックスの出した左足を出して、左足をポテンとシャッくるんと一周回って、ここちょっと難しいと思います。ここからこう下の方にね、フロアにこう降りていくわけなんですけどね、左足ですよ、左足、こっち足が右、こっち足が左、左足をくるっと回して右足にね、と同時に右足でね、ぐーっと下に降りてって、ちゃんと手もつきます。もういくよ。はい、そしてこっからさらにややこしいで、右手、あなたの右手、僕の右手、あなたの右手、右手を今ついてるところよりちょっと遠くにペッと、ほいで、ここにさ、空間があるの分かるかな、空間があるね、この空間に、潜り込んでいきます。まるでサバンナのアナグマかのように。はい、そしてシュッと潜り込んで、背中は今寝てる状態ですね、寝てる状態です。ここから1回目のレッスンでやりました羽置きをやります。いきましょう。そしてこう、というわけでね、まさか羽置きが来るとはって思ったかもしれないでしょう、思ったかもしれないでしょう、羽置きが難しいよっていう人は本命の動画をね、見てもらって、そしたらね、これに繋がってくるから、ぜひやってみてください。はい、今度はこの動きをカウントに合わせて動けるようにしてください。いきます。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、7、8、1。まあ、この羽置きのところはね、逆にゆっくり弾く方が難しいかなと思うので、最後のね、ワーンってポーズができるようになるはやで羽置きをしてください。はい、というわけで、速い曲だと難しいなと思うので、ゆっくりな曲で一回やってみましょう。
しろ。他の誰かと同じと思うな。お前の趣味好み性感だ。全て網羅させてもらうこの見せ方。はい、というわけで皆さんいかがだったでしょうか。難しいかなとは思うんですけども、何回もチャレンジしてできるようになった動画とか、どっかでふと僕が見かけたらすごい嬉しいなって思います。できないんじゃなくて、できるまでやってないだけ。ブレイクダンスに限らず、いろんなことに言えるかなと、僕もいつもいつも自分に言い聞かせている言葉であります。はい、というわけで諦めずに何回もチャレンジしてできるようになってみてください。じゃあ頑張ってください。またね。